はい、どうも皆さん、こんにちは。ポジャと申します。今回乗っていく船は、ティアゴの、日本戦艦、金剛に乗っていきます。マッチは、核攻制圧船の、ボドマッチ、空母は、2の戦場です。だいぶ前にね、なんか入手が可能だったこのアルピ仕様のものに乗っていきますが、性能自体は全て通常金剛と同じですのでね、乗り方説明していければと思います。日本の戦艦ツリーは結構コロコロ特徴が変わって、まあ結構ね、あのね、挫折しやすいツリーなんじゃないかなと思うんですけれども、ただ逆にですね、この艦艇の性能をしっかり理解した上で乗れば、いろんな性能をワンツリーで学ぶことができて、かつ、まあ弱くないと。そして最終的に待ってるのはヤマトとね。もうヤマトはさ、強い弱いとかじゃなくて乗りたいよね、日本人としては。みたいなところがあると思うんですよ。で、僕もね、最初ね、ゲットしたのティア10はね、ヤマトだったので、まあそういう人いるかなって思って、ちょっと今日から、日本戦艦ツリーの解説を動画をね、撮っていければと思っております。ウォースの解説動画上げておりますので、もしよければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。励みになります。そして、金剛なんですけれども、金剛の乗り方ね、もう2つ覚えててください。まあ、1個目、AP を使う。ごめんなさい。2つはやりすぎました。3つですね。1個目、AP 使います。2つ目、外周に開きます。3つ目、相手の横を AP で打ちます。以上です。はい、もうそれだけでいいです。もうボトムだろうがトップだろうがなんだろうが、もう全部それだけです。で、もう割と試合終盤、敵のポイントが、これもう700を超えたらちょっとね、点出しなきゃいけない。その、再プッシュしなきゃいけないんですけれども、敵のポイントが700を超えるか、余裕でボコボコで勝ってるか、もうその2つになったら、上記のルールを破棄して突っ込んでいいです。はい。なんかナルトみたいですね。ナルトのなんだっけ、桜ちゃんのお師匠さん、なんだっけ、忘れちゃったけど、なんかね、医療忍者前に出てはならぬ。ただし、上記の、この、なんだ、白語の語を極めた者のみ、上記のルールを破棄するみたいな、そういうのあるじゃないですか。金剛もなんか、同じ感じで、ナルト知らない人ごめんなさいね。僕、ナルト好きなんですよ。なんか悪役にしっかり正義があるようなね、キャラがいる漫画だったり、アニメだったり好きでして。で、僕、ナルトだと一番好きなのがイタチなんですけどね。イタチとオビトが好きなんですけど、はい、すいません。あとね、ナガトも好きなんですけど、はい、この辺でやめてきますね。で、金剛は、外周から、クロスを取って AP でぶち込むっていうのが本当に強いです。というのも金剛の特性としてティアゴの戦艦ってどいつもこいつも足遅くて訪問数がたくさんあってみたいな感じなんですよ。インファイターでみたいな。ただ金剛だけ違って金剛は逆なんですよね。足が速くて訪問数少ないっていう。他のティアゴは足が遅くて訪問数多くて、手法精度がそんなに良くないみたいな感じなんだけど、金剛だけ真逆で足が速くて精度良くて門数少ないんですよ。だからこういう風に遠距離から、こう、脇を見せてる敵狙うのが一番強いんですよね。なので、ちょっと残念でした、でしたけど、これもしクリーンヒットしたら、あれで撃沈狙えますね。っていう感じです。外周に開いて、引き打ちして、脇を見せてる船を狙うと。で、自分は脇を見せないようにですね。で、こういう、外周開く理由は、外周開くとこうやってね、お腹向けてくれる船多いんですよ。お腹が見えること多いんで、騙されたと思って外周行ってください。外周行ってれば強いから。で、基本的には正面の敵じゃなくて、こう横を向いてる船を狙いたい。こうやってちょっと当たんないな。クリーンヒットしないのはしょうがないですね。うん、こすってもいいです。こすっちゃったら、こすっちゃったーって思いながら、こう、縦向けて一旦離脱すれば OK だから。で、戦艦も、こうやってお腹を見せてれば、打ち込んじゃっていいです。結構いいダメージ入ると思います。よっ。でね、距離感も、これくらいの距離感かな。今回は空母がいるっていうのもあるんですけど、これくらいのその、まあ、結構後ろ目バイタル入んないけど、いいダメージありましたよね。割と後ろめでいいです。スキルもちょっとご紹介しておきますね。スキルこんな、10スキル干潮でやっております。こんな感じですね。この1スキルと、あと、砲の取り回し良くするやつ、アドレナリンラッシュで火力上げて、あとは防火って感じです。はい。
でしっかり狙うのはもうほんとミニマップとか見て、あ、こいつ横向けてるじゃんって船を狙ってください。ずっと遠差はね、慣れですね。巡洋艦は7ぐらい、メモリがこの7が艦首ぐらいに来るようにするイメージで、それで撃って着弾位置見て、ちょっとこれ前すぎましたね、次はなんか2メモリぐらい後ろにしようかなとか思ったりします。で、最大レンジだとまあ当たらないんですけど、まあこれはしょうがないです。とりあえず最初はね、当てることよりもその自分の HP をちゃんと残すことの方が大事なので、自分の HP を残しつつ、さっきちょっと偏差取りすぎたんで2メモリぐらい少なくして打ってみます。こんな感じで偏差修正をしてってください。ちょっと当たんないかもしれないな。あ、でも偏差悪くないね、当たりはしましたね。はい、でこうやって戦い続けますと、で、あの、これ前行かなくていいのかなって思った時に気にするべきは逆サイド、逆サイドを見て攻められてたら前行くのもありかもしれないですけど、攻めてるこういう状態の時には行かなくていいです。ここで支えてるだけでいい。で、狙うのはこれ縦向いてる近い敵じゃなくて横向いてる遠い敵。あー、でもあいつ縦向けそうですね。そしたらこの横向けそうなこいつ狙いますか。戦艦なんで4メモリぐらいで、ちょっと敵が近づいてきましたね。13キロとか14キロとかに増えてきましたね。そしたら逃げましょう。これちょっと近すぎます。残念、下がります。頑張って下がります。適正はね、14キロぐらいに入れない感じがいいですね。だからこのこの経緯とかちょっと近すぎますね。まあでもまだ敵からのフォーカス合ってないので、まあこの段階だったら逃げ切れるかなって感じです。で、下がるときも基本的に災害種をグイーって下がってくる。その方がクロス取りやすいから。で、狙う敵は近い敵よりもこういう横を見せている船。残念、当たらない。まあボトム戦艦だしね、これはちょっとまあ割としょうがないなって感じで、ちょっと割り切りながらね、一発ドカンと入ればそれだけで美味しいのでね。この辺とか当たりそうだけど、どうかな。しっかり見られてますね。でも今後減速入れられたな。めっちゃ見られてるな。意識されてますね、だいぶ。さあ下がっていきます。バイエルにやられたらこう次自分の番か。下がんなきゃダメですね。で、どうしてももう横向いてる敵がいないよって時は、まあ近くの敵を狙ってあげるのもいいかなと思います。だけどこのね、近くの敵のね AP はね入らないんで、バイタル狙うっていうよりは、ちょっと上の上部構造物とかに当て、いっぱい弾を当てて貫通弾出していくイメージですね。特別砲が強いわけじゃないで、あ、ちょっとずれちゃった。で、ティア号あたりの戦艦って、いいところと悪いところあって、まあ、良くも悪くも散布が悪いんですよ。だから、ダメージ出にくいんだけど、逆に言うと、散布が悪いんで、敵の弾も痛いダメージ食らいにくくて、生存しやすいので、ちょっとしたミス許されます。なので、ダメージそんなに気にしなくてもいいです。割と散布回のせいで当たってないとかもあるので、しっかりね、横向いてる敵を狙う意識だけしとけば、そのうちダメージ上がってくれるんで大丈夫ですよ。で、横向いてない、横向いてる敵がいなかったら、縦向い、一番近い敵に味方のフォーカス合わせてあげて。で、自分が死なないように、かつ、その、後ろすぎない。後ろすぎるとね、弾数当たらなくなっちゃうからね。だから、苦しくない範囲、かつ、苦しくない範囲で前です。今回も全然狙われてないんですよね。味方こっちばっか狙っ、あ、相手が味方をばっか狙ってるから、この位置でも狙われてないんですけど、もし狙われてたらもうちょっと下がるかなって感じです。あの長と横向けたな。横向けたな。あー、このタイミングで撃ちたかったけど、あと8秒。
バイタル入んなかったけど、貫通弾読んで1万4000ぐらい入りましたね。悪くない。そう。で、詰めたいときは、この引き打ちのままこうやってバックして詰めていくと。これが一番安全な詰め方なので、ちょっと遠いなーってなったら、こうやって詰めてあげる。これね、結構ね、初心者の方で多いのが、こう全速、ずーっと全速前進してるとかっていう例があるんだけど、それだとね、予想以上に距離離れちゃったりとか、予想以上に距離詰めちゃったりとかがあるので、全速前進つけずに、こうやって常に外周を上がりすぎずに、引きすぎずにっていう位置を居続けるっていう練習には、今後はすごく適してますので、これをちょっとやっていただけると、かなり、この、上に上がった時とかね、あと巡洋乗る時とかね、変わってくると思うんで、割となんか巡洋艦に乗ってるイメージで、今後は使っていただけるといいんじゃないかなと思います。でね、本当に横向いた敵に対して与えるダメージの方が当てやすいし、当たった時大きいんで、ダメージがね、ニューメキシコとかも、これちょっとどっち狙うか迷いどこですけどね、撃沈も大事なんで、ただあの縦向きの長戸はちょっと撃沈する気がしなかったので、ちょっと横向けてるニューメキシコを撃とうかなと思って撃ちました。8000とかダメージ入りますよね。うん。本当はバイタル狙えた方がいいんだけど、まあまあこれでも悪くない。で、敵さん下がってってるんで、まあ追撃してもいいかな。あとちょっと逆側が危ないですね。で、700ポイントにも近づいてきてるんで、ここでちょっと、再度プッシュしましょうか。ちょっとこの弾だけ痛そうだけど大丈夫。あー、長戸当たんなかった。あの長戸だけ倒したいな。減速回避されたから、あの長戸倒したらすぐあの巡洋艦も倒さないといけないかな。あら、倒せないか。やっぱ縦向かれると本当にダメージ出なくなりますね。うん。で、敵のポイントが700超えたので、そうなったら、もうプッシュですね。これかなり厳しいんだけど、まあしょうがない。もう行くしかないんで行きます。横向いてから、トス。もう一回見えないか。あ、見えないか。この弾痛そうだな。あー、残念。ということでね、横を見せちゃうと苦しいんですけど、敵のポイントが700を超えて逆サイドも負けてたら、テンダーをして再度プッシュって感じですね。こんな感じで戦っていただければと思います。今回ちょっとね、バイタルが抜けなかったりとか、まあいろいろあったりしたので、ちょっとまあ、あとボトムだったりねしたんですけど、割とねボトムの時は消極的になってもしゃあないかなと思います。あとはちょっとバイタルタイミングが何個かあったので、もうそれだけ取れるともうちょっとダメ伸びたのかなと思いますけど、まあでもボトム戦艦で空母2マッチで6万ダメージ出せたって思えば、まあこれはこれでかなりいい戦艦なんじゃないかなとは思いますね。こんな感じで立ち回りを意識してもらいつつ、外周から AP 狙ってあげて、あとはちょっとね、エイムがちょっと良かったり、あとはちょっとエイムが噛み合ったりすれば、もう撃沈拾えたりしたかなって感じですけど、まあ、その辺はね、また数こなしていけばなんとなく分かってくると思うので、このように外周巡洋艦のような立ち回りをしていただければと思います。ボトム戦艦だけど、ね、半分よりも上にいますね。うん、戦艦だけで見ても2番目かな。はい、そんな感じです。はい、以上こんな感じで今後乗っていただければと思います。
また金剛が活躍した試合とかも載っけられればなと思います。また次は不走も予定をしておりますので、チャンネル登録などしていただいてコメントもいただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。ポチャでした。バイバイ。